皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は3度寝してとても元気でございます。さてさて、ネットフリーの時間でございます。ネットフリックスで今やっている作品をご紹介するというこのシリーズでございます。はい。今回はですね、 かなり昔の作品になります。30年前の映画です。まだデジタル化されてないアナログ映画ですね。はい。ショーシャンクの空に。これ名作なんですよ。そして、多分、相当なアカデミー賞を取ってたはずの名作です。ただ、同じ年に、 同じ年にあの映画、なんだったっけあの映画、あれですよ、あの、あの映画があったんですよ、別の映画が、名前なんだったっけ持っていかれちゃったんですよ、全部、賞を、8部門ぐらい持っていかれちゃったんですよ。 フォレストガンプ。フォレストガンプに持っていかれちゃったんですよ。はい。奴に持っていかれちゃったんですよ。トムハンクスに。けど、同じ年にもし、もし、あ、また忘れちゃった。そう、フォレストガンプが出てなければ、もう確実に何部門も取ってた。 はずの映画です。ショーシャンクのソナはい。えー、一応説明文読みますね。妻とその愛人を殺した罪で刑務所に送られた寡黙な銀行家。希望を捨てず獄中生活を送る彼はやがて自分と同じく終身刑に処された囚人レッドと 心を通わせ始める。ティム・ロビンスに、モーガン・フリーマンです。名優同士です。年は離れてますけど。まあ、ストーリーはいいわ。脚本はいいわ。演技はいいわ。 ラストがいいわもうたまんないっすよこれ。僕は5回ぐらい見ましたね。はい。そんなに見た映画は ウルフ・オブ・ウォール・ストリートぐらいですね。そんなに僕が5回も見たのは、あと、グーニーズですか。はい。<laughs> そのぐらいですよ。はい。まあ、とにかく、素晴らしい名作です。なんと、ネットフリックスにおけるジャンル名が、 名作映画となっています <laughs>。ジャンルで名作って何ですかそれ <laughs>。みたいな <laughs>。すごいですよね。はい。とにかく名作なんですよ。もうたまんないんで。はい。ぜひ、皆さん、ご覧ください。 R して全くついておりません。どなたでもご覧になります。それこそ親子で見るのもいいんじゃないでしょうか。はい。本当にいい映画です。誰にでもおすすめできる映画です。こういう映画って少ないですよね。誰にでもおすすめできる感動する映画。はい。 あの、ドラえもんとかそういうジャンルを除いてですよ。誰にでもおすすめできるっていうのは。誰にでおすすめしても、あ、すごい良かったよ。この映画紹介してくれてありがとうって言われるような映画は、こういう映画なんですよ。まあ、なので、今回私も取り上げたんですけどね。はい。ということで、何度も言いますが、ショーシャンクの空に、ぜひご覧くださいませ。 ネットフリックスで。ネットフリで。それではこの配信は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。ネットフリを楽しみましょう。